今回はそんなシクラメンを長く楽しむためのポイントについて話をしていきたいと思います。新しい花芽がね、株元でねたくさんありますのでね、古くなるとちょっと色が褪せてきたりしますので、はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は2月3日になります。鳥取県も大雪が降ったんですけども、その雪もねやっと溶けてきて、ほっと一安心している感じになってます。そんな今日はじゃん、こちら12月とか11月にシクラメン店頭で販売されたものを買った方や、贈答品でもらったりとかされた方もいらっしゃるかと思います。そんなシクラメンですけども、まだまだねこんな感じで綺麗な花を咲かせてくれているんですけども、よく見ると見てください、真ん中の方には枯れて花とか、ちょっと蜜切れになって黄色くなった葉っぱとかが出てきています。まだはねちゃんとリカバリーをしてあげたら、もっとしっかり長く楽しめますので、今回はそんなシクラメンを長く楽しむためのポイントについて話をしていきたいと思います。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はこのシクラメンのね長く楽しむためのポイントについて話をしていきたいと思います。超豪華ですよね、このシクラメンね。冬の代表的なお花の一つなんですけども、匂いを嗅いでみるとね、シクラメン独特の匂いがあるので、もしね嗅がれてない方は匂いを嗅いでみてください。ただね、僕花粉症なので、シクラメンのね花粉でちょっとね鼻がムズムズしちゃったりするので、ちょっと花粉症の人には要注意かもしれないんですけども、もしよかったらね嗅いでみてください。ちょっとツーンとしたシクラメン独特の香りがします。じゃあね本題に入っていきたいと思います。エンゲンチャンネル、今回はねこちらのシクラメンなんですけども、こんな感じでねラッピングされた状態で今まで管理をしました。だいたいいつ頃だろう、12月の上旬ぐらいにねいただいたものなんですけども、ラッピングの綺麗な感じだったんで、このままでね実際に管理をしましたけども、初めてシクラメン買った人、この中身がどうなってるかっていうのをね見ずにシクラメンが弱ってダメになっちゃうっていうケースもあるので、本来であればこのラッピングは株が蒸れたりする原因になりますので、届いた時には取ってあげるのは僕はおすすめします。ただね一応管理をすればこんな感じでも枯れることなく管理はできるんですけども、本当は取ってあげた方がいいなと思います。じゃあこれを取っていきましょう。ここで確認してもらうのが次大事なのが、取ったらほらこんな感じラッピングがされてますので、この中に水が溜まってねいる状態になってますので、これも蒸れる原因になりますので早めに取るようにしてください。でここでね確認してもらうところで大事になってくるのが、この鉢ですね。この近めの鉢なんですけども、こちらです、なんか書いてありますね、水漏れ防止のためガムテープが貼ってありますと、テープを取ってくださいっていうふうに書いてあるので、これを取りたいと思うんですけども、こんな感じでおやおやと穴が開いています。シクラメンの鉢なんですけども、こんな感じで底面給水ができる鉢と底面給水ができない鉢がありますので、できる鉢かできない鉢かっていうのをまず確認してもらうのはとても大事になります。これね中見てもらうと、この中にね穴が開いていて水が溜まるように鉢の中になってます。水やりについてはまた後でお伝えするんですけども、まずはねこの黄色くなってしまった葉っぱとか、この枯れてしまった花とかをねちょっと取り除いていきたいと思います。取る時のポイントなんですけども、なるべく茎元からね、花首のこの葉っぱの茎の根元からね取るようにしましょう。こういうふうにちょっと残ってるとね、今度これがねまた枯れて腐れる原因になったりしますので、株元からね手をこう添えて引っ張ってあげると結構ねこんな感じでポキッて取れます。でまたねこれちょっとね日陰がないようなところで置いてたので、やっぱちょっと弱り気味ですよね。こんな感じでね弱ってる葉っぱを全部取っていきます。あともう一回ね、多分これ水切れたんですよね。加湿よりはね水切れの方がまだリカバリーはできるんですけども、水も切りすぎるとこんな感じね葉っぱが黄色くなるのを助長しますので注意が必要です。ちょっとぐらい黄色い葉っぱがついてるのはね残しておかないと、もしね緑の葉っぱがなくなっちゃう可能性があれば、こういった少しぐらい黄色い葉っぱは残しておいてください。完全にねこういった枯れてる葉っぱだけまずは取ってあげましょう。新しい花芽がね株元でねたくさんありますのでね、これもね咲いてもらえるようにね、この後こういうところもやっていきたいと思います。こんな感じで引っ張ってポキポキ取れますんで取っていきましょう。
あと咲き終わった花とかもね一緒に取っていきます。こんな感じね、ドライフラワーみたいになっているのもありました。やばい、ちょっとシクラメンの花粉でちょっとくしゃみが出そうです。僕花粉症なんですけど、花粉症の方どうですか？僕2月に入ってからちょっとね鼻がムズムズしてきて、あ来たなみたいな感じで、花粉症が来たなみたいな感じで最近思ってて、薬局でね目薬とか買ったんですけど、どうでしょうか全国の様子は。鳥県だけ早かった、早いとこないですよね花粉が。だいぶ傷んじゃってますね。はい、これでね少しね黄色い葉っぱも残ってるんですけども、これ取っちゃうとね本当にスカスカなっちゃうんで、少しぐらい黄色い葉っぱちょっと今回は残したいと思います。あとは上の方の割り柿の花ですね、取っていきましょう。またねどんどん咲いてきてくれますので、はい、こんな感じでね綺麗な花だけにしました。どうしてもねさっき葉っぱを結構こんな感じでたくさん取っちゃったので、グツグツになっちゃったのでね、花がねちょっとダラーンってなっちゃったんですけども、ここからねどこまで咲いてくれるか見ていきたいと思います。こんな感じでねまだたくさんね花のつぼみがついてます。であと花を取るポイントなんですけども、ちょっとねこれはまだ新しい花なんですけども、こういった古くなるとちょっと色が褪せてきたりしますので、その違いを見てね花の色によって違ってくるかと思うんですけども、違いを見て取る花取らない花を見つけてもらえるといいかと思います。あと今までね本当に朝日だけしか当たらなくて、日中はずっと日が当たらないようなところで管理をしていました。なのでちょっとビョーンってね葉っぱも徒長気味で弱りつつあるので、次からねちょっと日が当たるようなところにね置けたらいいなと思います。で最後にですね肥料について話をしていきたいと思います。こんな感じでね底面給水のものを使う場合は、置き肥を置いたとしても上から水をかけないので、その置き肥が水で溶けて流れ出るっていうのがねなかなか起きにくいです。なのでこういった底面給水の場合は基本的には液肥を与えてあげるようにしてください。ただねたくさん入れすぎてしまうと根腐れしたりする可能性がありますので、こもって乾いたなと思った時にとりあえずこの溜まる部分の半分ぐらい入れてみて、様子を見てすぐねなくなるようであれば追加をしてやってあげて、最後ねずっと溜めておくんじゃなくてザーッとね液体肥料を出してあげるみたいな感じにしてあげると、肥料をやけしないようになるかと思いますので、そうしてあげると必要な分だけねシクラメンに吸わせることができるかと思いますので、やってもらえるといいかと思います。あとはね規定の倍率の2倍とか、もっと薄いね倍率で水みたいな感じで与えるのもいいかと思います。規定の倍率だった場合にはねずっとここにあると腐れる原因もなる可能性がありますので注意してください。まあでも言ってもねそんな規定の倍率の倍ぐらいの濃さじゃない限りね根腐れとかしないかと思うんですけど、寒い時期で水分も必要としない時期にですね液体肥料がここに溜まっていると弱る原因にもなるので、基本的にはね必要な分だけを与えるっていう感じでしてください。で液体肥料がない場合はこういったね IB 化成みたいな固形肥料を水に溶かしてね中に入れてあげるっていうのでも全然問題はないです。 IB 化成は水にすごい溶きやすい性質を持ってますので、液体肥料を買うのはめんどくさいなというような方はですね、こういった奥の手という形で IB 化成のような化成肥料をですね水で溶かしたものをこの中に入れてあげるっていうのでもいいかと思います。その時に入れすぎてしまうと根腐れの原因になりますので注意が必要です。現在の状態を見るとしっかりね水があるので、今は液体肥料とか水は必要ないかと思うのでやらないでおきたいと思います。室内のね明るいところにねちょっと置いて様子を見てみたいと思います。あとねシクラメン寒さにもまあまあ大丈夫なので、基本的には玄関とかで明るいところとかであれば問題ないかなと僕は思いますし、例えばね普段はね家の中の太陽の日差しが差す明るいところに置いていて、ちょっとねご飯の時だけシクラメンを食卓の前に移動するとか、そういうような感じで移動してね、花を楽しむ時には鉢ごと移動して、管理する時には窓際で管理をするみたいな感じでもいいのかなと思います。園芸チャンネル、はい、ということで今回はシクラメンを長く楽しむためのポイントについて話をしてみました。こんな感じでちょっと
日陰のところに置いていて一回水を切らした感じになってしまっていて、ちょっと弱っている状態になるんですけども、まだまだ花芽がたくさんついてますので、これからねその花をしっかり楽しんでいくために、枯れてしまった葉っぱだったりとか枯れてしまった花とかをね除去してあげると、株元に光が差し込んで新しい花もね咲きやすくなったりしますので、もしよかったら手入れをしてもらえたら嬉しいです。ポイントとしてはシクラメン、この中に球根が入ってますので、球根が腐れてしまうと一気に割ってしまいますので、水のやりすぎだけはこの冬の時期注意をしてください。思った以上に気温が低いと、本当に1週間に1回とか10日に1回とかでもね十分水やらなくても水分が持ったりしますので、やりすぎて枯らしてしまうっていうのが多分一番シクラメンのあるあるだと思いますので、根腐れと球根が腐れるのだけ注意をしてもらえたら問題なく綺麗に咲いてくれるかと思います。もしよかったら皆さんも参考にしてもらえたらとても嬉しいです。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録出して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。